はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからですね、見ていきたいというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、基本的にですね、クラン対戦系の動画中心に扱っていきます。やっぱクランにいてですね、対戦で星3取れるかどうかって大きな、ポイントになってくるかと思いますので、そこでこう、悩んでらっしゃる方のこうヒントになるような、動画をお届けできたらなというふうに思っておりますので、これ最後まで、ご覧いただきまして、いいなと思ったら、グッドボタン、またはですね、まだチャンネル登録なさっていただいてない方は、そちらの方もよろしくお願いいたします。というところで、本日はですね、インピチドラゴン、これを見ていきたいというふうに思っています。合計4本見てほしいと思っているんですけども、やっぱりですね、スーパーウィザードが結構弱体化されたとはいえ、相変わらず強いんですね。で、空をやっぱり始めたいという方の中で、ドラゴンから入るっていうのは結構多いと思うんですね。なんでかっていうと、対空砲さえ処理できてしまえば、あと割といけちゃうからっていうのがあります。もちろん、やるときの村選びがすごい大事で、陸のクロスボウが多めな村をやっぱ狙うっていうのが一つ、ポイントになってくるかと思うんですけども。そんな時にですね、インビジの呪文を使って突撃艦スーパーウィザードインビジ。ちょっと長いですよね、このね。長いんだけども、これからのドラゴンが本当やっぱね、今入門としてはやっぱりやるべきかなと思います。これからタウンホール14が来ても、この戦術はおそらく13である限り全然使えると僕は思っているし、なんなら14でも、これ生きるんじゃないかなっていうふうに思うぐらいですんで、ぜひね、さあ話はこの辺にして、中身を見ていきたいというふうに思うんですけども、ですね、突撃艦という言い方をしましたけども、実はいろいろやり方はあります。まずは、自分の攻めをね、一歩見てほしいなというふうに思うんですけども、こんな感じの村ですね。で、見るべきポイントなんですが、ちょっと、話が長くなってごめんなさいね。どれだけインビジの呪文を、突撃艦スパビズインビジを使って、相手の防衛を削れるかっていうのがポイントです。やっぱりドラゴンをやる上で嫌なのは、対空砲、投石機、エアスイーパー、防衛援軍。この辺ですね。タウンホールもできれば、処理できるものならしちゃいたい。で、この辺を、効率的にインビジの呪文使って、スパビズを消しながらね、処理ができるポイントがあれば、この攻めは使えますが、無理やり何でもかんでも当てはめようとすると、結構無理があるんで、そこは今回ですね、どんな村に対して、これから紹介する4本が、この攻め方を使っているのか、そこのポイントをよく見ていただければと思います。これ結構重要です。村選びってやっぱ大事ですよね。それを間違えちゃうと、だいぶですね、狙った攻めができなくなっちゃうっていう、多々あるので。で、ラバーハウンドをまず使って、対空砲にラバーハウンドをこうつけてから、突撃艦を当てていきますね。で、この隙間に落とすんで、レイジからのインビジを私は、順番的にはよく使います。で、インビジの呪文、これね、苦手な方は多分本当苦手だと思うんですよ。なんですけど、ぜひね、100回とは言わないけど、40回ぐらい使ってみてください。4、50回使ってみるとだいぶ使えるようになりますから、本当これはね、僕も今までこんな風にね、インビジの呪文を上手に使えてたなんてことは本当なくって、散々パラミスりまくってたわけですよ。なんですけども、やっぱね、慣れって大事だなって思いますんで、慣れをね、まずは身につけてください。で、これが決まったことによって、投石機だったり、クロスボウだったり、あと防衛援軍ですよね。これ全部、今、スパビズの、スパウィズとインビシで潰しました。で、さらに、これ、エアスイーパーも潰れているので、この周辺一帯が潰れてるんですね。となったら、キングを使って、この、タウンホールを撃破。これはね、もういろんな、アイデアがあって、ドラゴンで、タウンホールを壊すっていうパターンもあれば、ロイヤルチャンピオンを使って、こういうとこをこう削ってですね、ドラゴンを流していくも、例えばこっちからこう流していくなんていうパターンもあるし、本当いろいろです。いろいろなんで、これだっていう風に型を縛られる必要もないと思うんですが、今回僕はミスりましたね。ちょっとね、テスラがいっぱい出てきちゃったりなんだりしていって、というかスーパーガーゴールの処理ミスかなによって、ババキンがだいぶ削られちゃったんですね。で、あっさりとこんな感じで、タウンホールの前で、落っことされてしまったんですけども、ロイちゃんリカバリーですね。本来このロイちゃんはですね、僕こっちから当てていこうと思ってました。で、対空砲とマルチインフェルノを追っていこうかなというふうに思ったんですけども、それができなかったんで、終盤のドラゴンはちょっとね、苦しくなります。で、アーチャークイーン外側からこう歩かせて、で、上方面の削りをすることによって、ドラゴンが中心部分に集まるようにするんですね。で、そこにレイジを打ったり、グランドウォーデンをつけることによって、しっかりとですね、ドラゴンたちが、なんていうのか、密集状態で進んでいけるような、そんな風な形を作っていっています。このアーチャークイーンの仕事すごく大事です。今回ですね、バーバリアンキングでこのタウンホールを壊しちゃったんで、使えなかったんですが、本当だったら、キングクイーンをこの辺からですね、ここ、キングと、あとクイーン、
この辺から出していってぐるーっとこうね歩かせるっていう方法を多分取ります。ここのタウンホール次第でしたね。なんで、なるべくキングとクイーンっていうのは、ね、ドラゴンたちが外にそれないように、まあ、今回で言えば、ドラゴンこの面から出していきましたよね。なんで、こいつらが外に行っちゃわないように、そこを止めるためにクイーンを使ってこうカットする。こんな風な使い方をしてもらったらすごくいいかなと思います。で、まあ、全体的な設計ですよね。に関しましては、これ、まあ、こんな感じの村になっていて、さっき言ったようにターゲットが多いんですね、ここ。対空砲、クロスボウ、これみんなね、壊せるし、あとロイヤルチャンピオンもいるし、エアスイーパーもあって、援軍もまあ潰せんだろうなという人思ったから、ここに突撃艦を落としていく価値はあるなってとこから入るんですよ。価値はあるんだから。したら、次はじゃあここに対して、突撃艦が届くかなって考えるんですね。絶対無理ですよね。これ絶対届かないでしょ。こんなところ。対空砲があって、なんなら、投石機もあって、まあ、ロイヤルチャンピオンもね、多分こう出張ってくるでしょ？絶対無理じゃないですか、これ。なので、そういった場合には、じゃあ対空砲にラバハンドを当てることによって、じゃあ届くかなって考えるんですね。そうすると、これは届きますよね、多分。ここにラバハンドがいてくれれば、ターゲット全部こう取ってくれるから、こうやって、取ってくれてる間に突撃艦こっちで到達できるなっていうようなことを考えるわけですね。で、黒爆弾と言われる、まあ、ホーミングもラバが全部回収してくれるんで、まあ大丈夫でしょうと。そうしたら次は、こっちとこっち対空砲があるんで、変にね、こっち側行ってもらっちゃ困るわけですよ。なんで、私この60方面からラバを出していって、突撃艦はややね、この8時寄りの、まあ7時寄りのとこから出していくっていう順番にしました。まあ黒爆弾食らわないように、なんだ、バルーンを先に行って出したっていうのは、まあちょっとコツですね。で、それで潰し終えてから、じゃあその後残った施設をどう処理するのっていう風に考えたときに、これはなんかこの辺ストレージ系多いから、こういう風にですね。でこれって、スーパーガーゴイルじゃねえわ、スーパー、ゴブリン使って、あ、スニークゴブリンか。スニーゴブ使って、カットしていけば、キング中に入れられるなっていう風に思ったわけです。まあ、テスラが入ってもいけるなとは思いました。で、それをしたら、このキングでここが壊せますね、と。で、壊せたら、こういう風に、まあ、村が壊せる状態になるんで、エアスイーパーはこっち向きに効いてる。こうね、効いてるから、ドラゴンこの面から出せば、まあ、エアスイの影響を受けないし、序盤にクイーンとか、シングルインフェルノとか、対空砲があるけども、ここは一気にトームとレイジで押し切っちゃえば、まあ、ノーダメージでいって、むしろこの辺に到達しちゃえば、ドラゴンがですね、ここからここに到達しちゃえば、あともうほぼほぼ、まあ問題なくなるかな。で、クイーンで対空砲処理しながら、こっちのね、上方面のカットをしていけば、なおドラゴンたちの進行方向っていうのはこうね、一直線にこの、8時側に行くかな。で、行った時に、対空砲がまあ終着点にあるので、まあ、ここがちょっと嫌かな。じゃあロイちゃんここに当てようかなって、まあこんなプランで考えてたってことですね。なので、発想の起点は、突撃艦インビシです。これを自分は結構、使えると後が楽なんで使いたがる人 で、それがここに刺さるっていう風に思ったので、もうそこからプランニングを作っていったっていう感じですね。まあ、これをディガホグにするか、まあドラゴンにするか、まあ、二手に分かれると思うんですけども、まあ、そんな感じで考えていくとですね、いいのかなという風に思いますので、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。ちょっと長くなっちゃいましたね。ごめんなさい。ということで、ここからはちょっとね、立て続けにいろんなパターン見ていきましょう。で、次見てもらうのはジョーカーさんですね。これね、うまかったなーっていう気がします。ここに落とすとね、アドがでかいんですよ。ね、投石機はあるわ、援軍はあるわ、タウンホールはあるわ。で、そこにでも突撃艦って当てにくいんですよね。なんでかっていうと、角度つけなきゃいけないから、こっちからガーってこういう風に。で、角度つけても、結構この辺で落とされちゃうケースってあるじゃないですか。じゃ、これどうすんのってなったら、しっかりここのテスラを確認して、で、そこにバルーン当ててからの、なんと、ボマー。で、ボマーを当てることによって、このボマーは、ちゃんと防衛施設をたげるから、ここにこう行ってくれますよね。で、そのタイミングで、本当ボマーもっと仕事させたいんだと思うんですけども、もう手動で落として、で、レイジーインビジを使って、ガンガンに削りを入れていくわけですね。これうまかったですね、本当に。あ、なるほど、いい発想って思った。なんか、ジョーカーさんらしいですね、こういう攻め方は。本当に。で、このまま、タウンホール周辺の、高火力隊を全部もうスパビスで、根こそぎ壊しちゃって、あとは、ドラゴンをゆっくりこうね、歩かせながら、対空砲のターゲットを食らうところら辺で一気に主力のドラゴンを出していって、そのまま、面で押していくという感じですね。じゃあこの外周はって言ったら当然キングとクイーンが登場するわけですね。ここでさっき言った通り、外周キングクイーンで歩かせるってことによって、
この対空砲を見てほしいんですけども、これ、クイーンが外から射抜いてくれますよね。壁から、3マスの隙間がある場合まではクイーンが届きます。4マス隙間ができちゃうと届かなくなっちゃうんですけども、これ届くんで、こう対空砲を壊してくれて、で、ドラゴンは中心部分に誘導され、かつ対空砲のダメージ受けないんで、結構美味しい状態になるわけですね。これ全部グランドオーデンの、サークル内に入っているという形です。で、ここでレイジを打ちながら、まだトームつかないんだ。なかなかトーム温存していますね。体力があるからかな。ロイちゃん使って、さらにこれあれですね。12時、1時方面から、中にこう押し込むような形でロイちゃんを使っていってますね。で、まあこれドラゴンがやっぱ割れちゃうんですけど、くの字型になると。まあ割れてしまっても、もう序盤で圧倒的にアドバンテージを通っているので、ドラゴンたちがなかなか落ちる要素がないんですね。エアスイーパーを、まあ、食らっちゃっていましたけども、まあまあ、エアスイーパー食らったところで、そのエアスイーパーにこう押し戻されている最中にドラゴンを倒す防衛がなければ、まあ、エアスイーパー単なる風ですんで、別にダメージ受けませんから、そのままドラゴンたちは、まあ、時間はかかるけども進軍できるという格好で序盤のエアスイーパーゾーンですね。このアーチャークイーンが倒れているここ。じっくり突破していって、あ、逆か。ここね、じっくり突破していって、ぐるーっと回したという感じですね。やっぱ序盤のこのインビジの、スーパーウィーダードの仕事がめっちゃ生きたというところです。でですね、ここからはちょっとですね、TH コンプリタさん行ってみてみたいと思いますね。ちょっと、場所を移しましょう。はい、ではですね、こちらですね、ミダゴグさんのアタック見ていきたいというふうに思うんですけども、まあ、なんといってもですね、まあ、何を隠そうというか、僕がこのスパウィズドラゴンの攻め方っていうのをやるようになったのは、TH コンピューターさんのこう撮影をしながら、ミダゴグさんのこの動画をこう見て、まあ、アタック見ていて、あ、やっぱ強いなと、どうやってやるんだろうなって本人にも聞いたりとかしてですね、覚えていったっていうのがあります。今回のケースは、圧倒的にここですよね、ここ。おっとっとっと、すいません。タウンホールがあり、防衛軍はまあ一応連れ、投石機がありっていう感じ、この区画をがっつり削ってしまえば、後々ドラゴンのルートすごい作りやすいなっていうのはまあわかるじゃないですか。そこに突撃がまず落とすところからおそらくプランニング始めてると思います。クロスボウもありますけども、クロスボウとかもみんなこれ、チェーンみたいな感じでこうね、ダメージが入っていくんで、それによって落とされちゃいますね。で、今回、ジョーカーさんがやったみたいに、ボマーでこう入っていくって言った手も多分あったと思うんですけども、ミナゴグさんはこの端っこの方からこう入れていきましたね。まあ、そのためにバルーンを何体かこういうところからこう当てていって、黒風船と言われるそのホーミング爆弾のチェックをしながら、丁寧に入れていきました。結構これ難しいんですね。なんで、僕はまだそういう、なんだ、クラン対戦リーグみたいに失敗ができない場面で、こういう攻め方ってなかなか、まだまだできるレベルにないんですけども、ミダゴグさんはもうそもそもプレイヤー的なスキル、プレイヤースキル的なところが非常に高い方なので、まあ、簡単にこれをやっちゃいますね。すげえなーって感じがしますけど。で、ドラゴンたちをゆっくりゆっくりですね、こんな感じで、まず序盤展開していきます。で、このゆっくりゆっくりがポイントですね。展開ゆっくりしていきながら、いつの間にかこう全部ドラゴンをここに出して、出して集合させていて、で、そいつらをこう動かしていくわけなんですけども、相手のアーチャークイーンとかですね、まあ、上側の施設、この辺を丸々っとですね、この、キング、アーチャークイーンのコンビで、カットをしていきます。そうすることによって、ドラゴンたちの進軍するルートっていうのを、まあ、この辺までですね、こういう風に限定していくイメージですか。そうなってくると、グランドオーデンのトームの範囲っていうのに、まあ、ほぼほぼこう入ってくるので、ドラゴンたちの、ね、進軍っていうのがスムーズになりますね。エアスイーパーがやっぱこれ効いてるんで、この、インフェルノに捕まってるドラゴン少し時間かかっちゃってますけども、まあ、インフェルノ1本ぐらいなら、まあ、そんなにドラゴンをやられるっていう心配もさほど多くはないので、突破できますね。で、あとはそのままドラゴンたちの数に任せて押していくんですが、この時点でフリーズ3枚のレイジ1枚が残っているっていうのは非常に大きいですよね。これだけ呪文があると、あともう何も怖くないっていう感じになってくるんじゃないかと思うんですが、しっかりヒールを焚いてあげて、ドラゴンたちが、ここで一旦羽を休め、残ったフリーズ、3枚を使って、対空砲、あとはクロスボウ、もうグランドオーデン像はもう止めたか止めないか分からないレベルの、効果しかないぐらい、まあ、ドラゴンとスーパーガーゴイルの数が残ってるんで、まあ、圧倒的に押し切っちゃいましたね。で、このまま前回まで持っていくという感じですね。まあ、なのでやっぱりですね、この攻め方をする場合っていうのは、どんな村にも通用するっていうわけではなくて、ある程度、相手の主要防衛が密集している箇所ですね。要は、この、今まで見てもらった攻めの中で、突撃艦を落として、スパービズインビジやる
歌詞のある場所があるかどうか、ここから入っていく必要があるので、それがなかった場合には別の攻め方にこう切り替えていかなきゃいけませんから、あんまりこれをですね、やること前提で村をやること前提に村を見るんですけども、これができない村に対して無理やりやろうと思うとちょっと苦しくなるところはあると思いますので、まあ、そういった場合には別の攻め方もね、選択肢として持っておくと結構いいんじゃないかなというふうには思います。まあでも、クラン対戦リーグにいれば、まあ、15人対戦だったとしても多分1個か2個ぐらいはね、こういうことができる村があるので、まあ、チームのうち1人でもね、こういう攻め方ができると結構違うと思います。で、まあ、ミスっちゃう場合のケースもちょっと見ておこうと思います。ミダゴクさん、すいません、今回ちょっとミスパターンを1個いただきます。これですね、多分ご本人相当悔しかったんじゃないかと思うんですけども、忍びないですが、皆さんにちょっとね、まあ、こういうパターンもあるよというのを気をつけてほしいという意味で見てほしいんですが、ここで突撃艦が落っこちます。何が起こるかよーく見ていてほしいんですけども、ラバーを当てますね。ここやっぱ火力集中してるんで、ラバーを当てていくっていう選択は正しい、もちろん正しいんですけども、ここでアーチャークイーンによって、クロー爆弾を振ったラバーが落とされ、かつここでホーミングを受けた瞬間に、これアーチャークイーンとかクロスボウ投石機の攻撃が一気に集中しちゃって、突撃艦落ちちゃうんですね。で、突撃艦はもう明らかにここに入れたかったんですよ。ここにこのクロスボウの真上に落としたかったんですね。こうすると投石機が壊せ、ロイヤルチャンピオンを倒せ、エアスイーパー壊せ、相手のアーチャークイーンも、しかもシングルインフェルノも全部壊せる位置にあったんです。この隙間、この角がね、ここが。なんだけどもそこに落とせなかったがために、シングルが残っちゃうんですね、これ。でもこれは非常に大きな、ミスになってしまったんじゃないのかなという気がします。で、この後ですね、どう展開するかなんですけども、やっぱりですね、ドラゴンがこっちに釣られちゃうんですね。それが痛かったっていう感じ。あと、エアスイーパーの、影響を受けちゃうんで、ドラゴンの進軍がすごい遅れちゃいます。で、まずここで、その防衛軍を釣り出します。釣り出しておいて、処理をしていくっていう感じなんですけども、ちょっとこれラブハウンドを読んだんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ちょっと出てきた援軍がきつかったですね。スーパーガーゴイルと、ストライカーのコンビになっちゃっているので、結構ここでもバルーンを消費させられて、ドラゴン2体出すんですが、結構これ苦戦してしまいます。っていう感じですね。で、ドラゴンで竹取ってからロイちゃんで処理していくという感じですね。おそらくこのロイちゃんも別のところに使うはずだったんだろうなっていうふうに思うんですけども。で、こいつで、対空砲と投石機を持っていきながら、こうですね。エアスイーパーも本当は降りたかったんでしょうけども、ちょっとそこに今到達しなかったですね。ロイちゃんインビジーをかけて、投石機までを追っていくという形ですね。で、あとはドラゴンたちをやっぱ出していくんですけども、さっき言ったエアスイーパーが効いてきます。こいつがタウンホールの到達をだいぶ妨げてくれちゃうので、で、おまけにドラゴンたちがですね、この金庫とかに捕まったドラゴンたちがシングルインフェルノの方に行っちゃうんですね。そうするとやっぱドラゴンとシングルインフェって、1対1でこうやり合うには非常に相性が悪いので、そこでちょっとですね、焼かれてしまうというのがありますね。まず1体目が捕まってしまって、突破しましたけども、ホーミング食らったり、こちらのクロスボンに、の方に流れちゃったり、だいぶですね、ここで少しドラゴンの数が減りましたよね。まあ、という感じになりました。このままちょっと最後押し切れなかったっていう形なんですけども、やっぱ形は、さっき言った通りですね、キングクイーンをこちら側、8時方面に使って、どんどん対空砲とかこういうのを狙っていく。狙っていきながら、ドラゴンたちを中へ押し込んでいくっていう形ですね。で、スパビズを使う場合の、インビジの呪文の数っていうのは、だいたい3枚から4枚を僕はいつも使ってます。4枚使うっていうのは、相当ですね。そこに、高火力防衛、高体力か。タウンホールにクランジョンに、イーグル砲に、クロスボウモリモリとか、あとは、エリクサーポンプタンクがあるとか、エリクサータンク金庫。とかがあるとか、そういう場合には4枚使ったりしますけども、基本は3枚をベースに自分は考えていっています。まあ、なので、まあ、それぐらいでいいのかなっていう気はしますが、5枚はいらないでしょうね。多分3回読んでいいんじゃないかと思います。っていう感じですね。今回は、ミダゴグさんの、攻めたところ、おそらくこれ1枚はロイヤルチャンピオンに当てるつもりでインビジ持ってたんじゃないかなと思うので、おそらくそのための5枚だったというふうに僕は思っていますけども、惜しかったですね。こ
こに入っていればおそらく相当な大きなアドバンテージになっていたんで、まあ、そこ次第だったっていう気がしますけども。まあ、というところです。なので、こういった攻めをする場合ですね、やっぱり、突撃艦スパビズが使えるかどうかっていうところを見極めてから、攻めていく。で、その視点で村をまず見てみて、やれそうな村があったら、でそこを壊した場合に、これは、空に対して、弱くなる状態になるのかな。それとも、クイヒーディガホグとか、形に持ち込んでいく方がいいのかなみたいなところっていうのをこう、判断してもらえると結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますので、ご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日、突撃艦スパビズインビジからのドラゴン、ご覧いただきましたいかがだったでしょうか。参考になっているということでありましたらぜひ、グッドボタンを押してもらえたらすごく嬉しく思います。またチャンネル登録まだの方はぜひそちらの方もご検討ください。そして私のチャンネルですね、タウンホール13だけではなく12、11と幅広く、タウンホール帯、持って、動画見ていきたいというふうに思っておりますので、これからもどうぞご視聴いただけたら大変嬉しいです。では本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。